ドジャースの大谷翔平投手29が20日、日本時間21日、本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたメッツ戦に2番 DH で出場し2打数1安打1得点だった。内容は至球、至球、右翼戦2塁打、空振り三振、至球で打率359。 チームは46で敗れて今季初の3連敗。以下、試合後の一問一答全文。投打が噛み合ってないかなというのはありますけど、それでも全試合近い点差で粘っていますし、そこはみんな必死になってやっているので、切り替えていくしかないと思います。得点圏に走者を置いた場面の打席で変えたことは、 特に変えないようにするのが変えたことかなと思うので、全打席どのようなシチュエーションでも自分の打撃をしっかりどんな状況でも変えずにいければなと思います。デーブ・ロバーツ監督が得点圏での積極性について行われた話し合いについて、単純に、ストライク、ゾーンが多少広がっているところかなと思う。アグレッシブなのが悪いとかではなくて、 そのアグレッシブなゾーンがまず広がっているというところで、スコアリングポジションじゃない場面は、比較的しっかりできているので、そこを継続していこうということですかね。投手が苦戦している中、打線は得点圏に走者を置いた場面でプレッシャーを感じているか、もちろんビハインドのチャンスというのはプレッシャーかかると思いますけど、 逆に言えばそれだけ多くのチャンスを作れているところは自信を持っていいんじゃないかと思う。そこから先だっていうのは、また数をこなすことで改善されてくることもあるので、そこは個人、個人のやり方次第かなと思います。最近9試合中7試合で負けてフラストレーションは、負けが込むと多少なりともあると思いますけど、みんな必死で切り替えて、 次の試合に臨もううととしてると思う確かに連敗がかさむと暗くなることはあると思いますけど全員でミーティングをしたりとかそういうこと流行っているのでそこで早く切り替えて明日に臨むことがまず大事かなと思いますマイナス2度の満塁で得点機で点を取れないのはフラストレーションがたまるそれとも数をこなせば解決するどちらもあるんじゃないですかね フラストレーションももちろん溜まると思いますけど、さっきも言ったように早く切り替えないといけないですし、終わったことをいつまでも、もちろん反省はしますけど、引きずっていてもしょうがない子ではあるので、反省しつつ明日に臨みたいと思います。安打を打って三四球を選んだが、満塁での三振は状態はいいとしてもしばらく考えてしまうものか、 もちろん反省はしますけど、さっきも言った通り切り替えないといけないので、何が悪かったかというところを振り返れば、あとは明日に切り替えていきたいと思います。ホームランの記録がかかって7試合出ていないが、ホームランが出ていないことで何も変えないでいこうとか、ストライクゾーンが広がっていることなどの変化、比較的アットバット、打席、はいいと思うので、 ホームランを狙いに行く打席は特にないですし、もちろん次の一本を打ちたいという気持ちはもちろんありますけど、記録っていうのは特に気にしていないので、いいやっとバットをこなしていくことが大事かなと思います。今年三振数が少し減っているが、ツーストライクからのアプローチの変化は、来るボールの違いもあるので、 そこは単純にアプローチ次第で三振が減っていくかどうかということではなくて、相手がどういう風に自分に対して攻めてくるかによって変わってくるところでもあるので、それがスコアリングポジションにいるかどうかで変わってきますし、点差によっても変わってくるので、どの打線に入るかによって配球っていいのは変わってくるかなと思います。今年はバットの仕様を変えたか、 してないです。それは咲く良い感触を得られたからか。そうですね。何種類かはあるので、状態だったり、ピッチャーだったりによって変えたりはしますけど、基本的には変えていないです。ライナー性の打球が多く、打球が上がらないのは気にしているか。ライナーが多いことは良いことだと思うので、ヒットになる確率っていうのが必然的に上がって、 それに伴って打球スピードも出やすいのでその分、野手の間を抜ける確率も上がるその角度があと12度上がるかによってホームランになるかならないかが決まりますけどその代わり率が上がってきたりとかコンタクト率が上がってきたりとかっていうことはあると思うので何が良くて何が悪いかはその時によって変わると思います 年々求められる仕事が変わってくると思うが、今一番求められているのはどんな打撃どんな打撃基本的にはチャンスメイクすることと、チャンスが来たら返すこと。バッターはそれだと思うので、どこの打席、どこのチームにいてもそこは変わらないかなと思います。満塁の場面でインサイドのボールを空振りしたことについて、どんなシチュエーションでもボールは振らない。 ストライクを振る。これはシンプルなので、あそこはテイク、スイング、するのがベストな反応だったと思いますけど、ボール自体素晴らしいボールだったのでせめてファウルというのが理想かなと思う。